おはようございます。2013年3月23日土曜日6時5分になりました。ということで、今朝はまた大阪の某ビジネスホテルからお送りしております。おはようございます。なんか関東の方はもう桜が、いきなり満開になるということで、ここのところね、なんかね、関西よりも関東の方が先に桜が満開になると、関西はですね、ちらほら咲き出した、ちらほらとかもうちょっと咲いてるかなぐらいなんですけども、本当にその、開花宣言も昨日じゃなかったかな、大阪の、標準木が5つか6つかなんか、つぼみが咲い、つぼみじゃない、桜が咲いたのが。まあそこから一気にもう咲き始めてるので、もう間もなく関西も満開になるかと思うんですが、ただ、このところやっぱりね、関東の方が桜が先に咲くような状況になってるっていうのは、ちょっとね、なんか不思議な現象なんですけど。さて、今日も IT メディアニュースから見ていきたいと思います。ピックアップするのはこちら。スマホ購入時、Google アカウントとパスワードを紙に書く。ドコモに聞いたその理由ということで、これは何じゃいなという話なんですけども、店頭でですね、スマートフォン、まあ、ここでは Android のスマホですね、を想定してますけど、想定というかなんですけども、ドコモなんでね、iPhone 打てませんから。で、それでですね、店頭に行くと、こういうね、ちょっと大きくすれば。Google アカウント初期設定シートっていうのをね、なんかこんなのを、配っていて、で、まあ、任意なんですけども、Google のアカウントとかですね、Gmail のアドレスとか、こんなのをこう書き込んでくださいねみたいなところがあるんですね。で、これをやっとくと、その向こうの人が設定してくれると、お店の人が。で、これがいろいろこう、なんでこんなことになってんねんっていう話で、まあ、基本的にね、こういうその Gmail はあくまでも Google が運営しているものであって、そのドコモはタッチしない部分ですよね。でもそれをあえてこう書かす紙が置いてあると。で、これはですね、なんでかっていうと、やっぱりですね、スマホを購入したけども、その Gmail の設定がわからんっていう人がやっぱ多いみたいなんですよ。で、それでまた店頭に来てどうやってやるのっていうのを聞かれるみたいで、であれば逆にその最初にも購入時に、よく分かんない人はこちらでやりますよという形でその設定すると、まあ、そんなことになってるんですね。で、まあ、確かにそのこのスマホに限らずタブレット端末でもそうなんですけども、タブレット端末研究会っていうのでですね、iPad mini、それから Nexus 7、Kindle Fire HD をですね、テストしたその初期、最初のね、購入して、最初の初期設定のところを見てるとですね、やはりですね、ちょいとめんどくさいんですよ。まずその無線 LAN の設定が必要だったりとかあって、でその後iPhone であればその、あとは App Store ですねに関連付けられたアカウントの登録とかで、 Google Android の方も Google Pay に関連付けられた Gmail の登録とかですね、そういうのをしないといけないのがあって、最初にそれが出てくるんですね。で、その部分がやはりですね、意味が分かんないですね、最初。で、まあ、知ってる人にとっては、それほど難しい作業ではないんですけども、初めて見る人にとっちゃ、何のことやねんと。で、特に、その、家のパソコンとかね、そんなのの、メールアカウントの設定なんかを、他の人にやってもらった人とかは、全然意味が分からないですね。電源入れて最初に、これ設定してください、あれ設定してくださいって出てくるんですけど、それが、何を設定すればいいのかっていうのは多分それすらよく意味がわからない状態になると思うんですよ。だからそのあたりがですね、この辺のまだまだこういうなんていうんですかね、端末の課題かなと、
このあたりが解決していかないと、おそらくそのフューチャーフォンから、スマホに変わるときに、まあ、大きな一つのハードルになるんじゃないかな。で、そんなのでも最初の1回だけだからいいやんっていう話もなきにしもあらずですけれども、ただそういう最初のファーストインプレッションというか、本当その最初のなんていうんですかね、ところでちょっと難しいなって思われちゃうと、多分もうその後あんまり使わないと、なんか難しいっていう意識が常に頭にこうね、つきまとうので、その感情ってやっぱりね、非常にね大事なんですよ。そこを楽しそう、これからワクワクってしてるところにこうえっていうねこうのが来ると、その感情の方が強くなっちゃうとですね、その後なんか使いにくいっていうのが頭に最初に出て、難しい、使いにくい、そうすると使わなくなると、多分そうなっちゃうので、このあたりはですね、今後その、メーカーっていうよりも Google とか、Apple の考えなきゃいけないところなんだろうなと思います。本当にそのインターネットのね、初期の頃のインターネットプロバイダーと同じで、接続設定するのに最初の頃ってやっぱりめんどくさかったんですよ。分かってる人じゃないとやっぱりできないような状況があったんですね。で、まあ今はもう本当に簡単になってきて、説明書なんかもすごく丁寧に書かれてるし、で、設定するいろんなアシストしてくれるツールとかもいろいろ出てきてるんで、そんなに悩むことはないですよね。その書かれてる、紙に書かれてることをそのまま打ち込めば、まあ、接続はできるし、それからアカウント設定もそんなにこう悩まなくてもできるんじゃないかなと。まあ、当然わからない人は何パーセントか言いますけども、以前ほどはひどくなってない。やっぱそういう風にですね、その辺のところをこう改善していかないと、これからちょっとね、この辺りが次のハードルになるんじゃないかなという気がします。まあ、どういう風に解決していくかっていうのは難しいかもしれないですけども、ただまあなんかね、やっていかないことには、で、それはパソコンではこうやってこれたところなんで、多分いろいろやり方はあるんじゃないかなと思います。さて、そんなところで、6時12分になりました。今日はもうね、お花見っていう、今日明日、まあ、そんな感じになると思うんですけど、早いお花見になりましたが、ちょっとまあ行ってみてもいかがでしょうかということで、今日も元気にやっていきましょう。